様です。年ごまかすなら、シリーズですね。重力に負けない筋トレ5日目です。重力に負けないためにまずやること、それはですね、赤ちゃんが生まれた時に重力に負けないために一番最初にやる筋トレっていうのは呼吸なんですね。はぁーって泣いた時にはなんかはぁーってなって、あの赤ちゃんの頭のてっぺんがポコってなるような、ものすごい力入れて泣くじゃないですか。あれは筋トレなんです。しっかりとこうお腹に力を入れて、お腹の中心に力が入るようにならないと手を持ち上げてきたり首が座ったりでもできないんですね。だから赤ちゃんはしっかり泣いてもらわないといけないんです。あれは筋トレなんですね。でしっかりと大きな声で泣いてもらって、お腹周りの力をまずつけてもらう、ここが大事になります。かといって大人の私たちがあーって泣くわけにもいかないです泣いてトレーニングってわけにもいかないです。まあもちろんカラオケとかでね、大きな声を出してふーっとお腹に力を入れて、これもね筋トレとしてはとても大事です。お腹周りしっかりとトレーニングしていくっていうのが大事になってきます。いつもやってます、座骨で座っての中での呼吸、これが実は基本の筋トレになります。その筋トレをもう一度分解してやっていきたいと思います。ではまずは座骨でちゃんと座ったところから、肩の力を抜いてゆっくりと吸って、吐いて、吸って、吐いて、中をぐーっと締めていく感じですね。この時に肺の空気が溜まって、お腹の内臓をぐっと押し込みます。押し込んだ時に、あ、内臓の下の方ですね、骨盤底筋の筋肉が、あ、大変だ、押された、戻らなきゃと思って勝手に戻ってくれるんです。これが骨盤底筋の筋力強化になります。骨盤底筋の筋力が上がってくると何が大事かっていうと、ちょび漏れがなくなることです。どうですか、女性だけじゃないですよね、男性もちょび漏れありますよね。あのよく振っても後からこのズボンの横にチリッとの濡れちゃうやつ、あれもちょび漏れなんですけど、あれズボンをこって引き上げた時に骨盤底筋をこっと持ち上げられるので、後で残ったおしっこがチリッて出てくるんです。女性もね、ふっと力入れると出ちゃうとかっていう、そのちょび漏れ、それも骨盤底筋の力が足りないと出てきます。しっかりと呼吸をすることで骨盤底筋しっかりと動かすことができます。ではまずはドローイングからやっていきます。寝て行います。寝たところから90度、90度、ね、曲げたところの足をそーっとついてあげて、骨盤グーの幅ですね、足の幅はグーの幅、そこで大きく息をして、そうすると肺にしっかり空気が入るとお腹が膨れます。へこましていきながら、両脇からも両方からもぐーっと締めていくイメージです。吸って、吐いて、両方からも締めていく、吸って吐いていくと、お腹がぐーっとへこんできた時に落ち骨のところがぐっと引っ張られる感じがすると思います。ここをしっかりと引き上げていくイメージ、骨盤底筋がぐっと引き上がってくるイメージをしてください。吸って、吐きます。ぐーっと引き上げていきます。吸って、吐きます。へこませながらぐーっと引き上げていきます。吸って、吐きます。吸って、吐きます。吸って、吐きます。はい、
引き上がってくるイメージ湧きましたでしょうか。今度は膝立ちの姿勢で同じようにやっていきます。大きく息を吸います。骨盤がですね、起こったり反り返ったりしないようにまっすぐな位置保ってください。この状態で息を吸って、中に空気がたまりました。しっかり吐いてきた時に後恥骨がぐっと入ってくるような、あのマイケル・ジャクソンがプーっていう時をキュッて上げてくるじゃないですか。あのキュッて上げてくる、骨盤をキュッて上げてくる感じですね。もしくはカトちゃんケンちゃんのカトちゃんがカトちゃんをピッてやるの、この辺の動きです。吸って吐いた時に引き上げながらちょっと上げてくる。吸って吐いていきます。吸って吐いていきます。吸って吐いていきます。ここ気にして背中がこう丸まらないように注意してくださいね。肩の位置は変わりません。吸って骨盤がちょっと引き上がってくるだけです。吸って普段している呼吸もこれを気にして行っていただくだけで、普段呼吸しているだけでも筋トレができます。まずは生まれてすぐやる、皆さんが多分覚えてないけどやった筋トレは泣く、そしてしっかり呼吸するです。これを思い出してしっかりとお腹にしっかり空気を入れて、しっかりと力を入れ、イメージしてください。お疲れ様でした。